にちは、たまごのお部屋です。今日は冒険大陸アニアキングダムのフィギュア6体をご紹介したいと思います。こちらのビッグアニアも後日ご紹介しますので、チャンネル登録をして動画をお待ちいただけると嬉しいです。いや、1話放送されましたね。皆さんも見ましたでしょうか？前は日曜日にやってたけど、今度から金曜日になったんですね。今回出てたのがアイアンブレイズと、あとはスピーキー。この2人結構強かったですよね。今後ね、どんなレースが始まるのか楽しみですよね。ということで早速ね、他のメンバーも今日ご紹介していきたいと思います。1体目、ダークフレームの弟、ティラノサウルスのアイアンブレイズです。こちらがダークフレームのパッケージなんですが、かなりね、雰囲気が変わりましたよね。背景にね、火山があるっていうのは同じなんですけど、こちらはね、もう今まさに爆発した感じの背景になってて、あとは後ろは青い海が広がっています。左側のここのデザインは同じっぽいですね。で、横にはフィギュアの写真と、あとは後ろにステータスが書いてあります。ここの説明は多分ね、キャラクターカードに書いてあると思うんで、後で読んでいくんですけど、あ、今なんかパッと見でこのね、数値のバランスが兄と弟で全然違いますね。なんか弟の方がステータス高そうなんだけど、どんな戦いになるんだろう。で、横にはね、ストーリーが書いてあります。あ、前はね、この冒険大陸アニアキングダムとはっていうのが書いてありましたね。今度はここにガーディアン編のあらすじが書いてあります。平和が戻ったアニアキングダムのはずが、荒くれ者のアイアンブレイズとスピーキーがやってきた。イニシエより伝わるレースで勝負だ。ガーディアン編は新しい恐竜たちとカワウソ村の動物恐竜たちがレースで戦うお話みたいですね。では早速開封していきます。アイアンブレイズ開封しました。なんか写真で見るよりだいぶメタリック、すごいね。ちょっとフィギュア見る前にこんな感じでキャラクターカードがついてたので、日本語バージョン読んでいきたいと思います。ティラノサウルス、アイアンブレイズ、ダークフレームの弟、戦闘力は兄を超えるとも言われている。史上最強の顎の力で、一度食いついたら離さない。大型恐竜だってぶん回して仕留めちゃうぜ。ベリーパワフル。特殊能力は噛んだら離さない強力な顎。もうステータス、攻撃も防御も高い。防御が一番高いですね。確かにこのボディだったら結構ね、防御力高そうですよね。こちらは兄のダークフレームなんですが、兄の戦闘力より弟の戦闘力の方がかなり全体的にバランスよく高いんですよね。ただね、2人ともね、この戦略がね、一番低いの可愛くないですか？きっとね、頭のいい人に頼るっていうね、なんかみんなで助け合って戦っていくんじゃないでしょうか。はい、ではフィギュアを見ていきます。お腹の方はね、もうご覧の通りメタリック、シルバーですね。かなりキラキラですね。で、このね、足の爪の先と、あとは背中が赤のね、メタリックになってます。そして口を開けたら何色なんだろう。じゃん。お、結構ね、鮮やかな赤になってます。歯は白ですね。そしてお目目の中身は黄色に黒い目がちょんってついてますね。で、反対側のお目目は潰れちゃってます。ダークフレームと比べると、あ、ここの傷違いますね、柄が。なんか意味があるんでしょうかね。反対側はこっちのあざみたいなのは弟のアイアンブレイズにはないですね。で、あとは顔のここの傷もないみたいですね。ただこのね、お目目は2人とも潰れてます。で、赤ちゃんの時のダークフレームはこの目潰れてなかったんで、多分ね、遺伝じゃないんですよね。2人とも何かしらの理由で目が潰れちゃったのかな。これはね、お話の中で描かれるのかどうか、今後の展開に期待ですね。で、形は2人とも同じです。アイアンブレイズの可動箇所は口と足です。で、あとは尻尾が動きます。1体目のアイアンブレイズでした。2体目、スピノサウルスのスピーキーです。早速開けていきます。スピーキー開封しました。めっちゃ綺麗な色ですね。キャラクターカード、スピノサウルスのスピーキー。アイアンブレイズの相棒、ずる賢く、ブレイズとのコンビ戦略が得意。大きい体をしているけど素早いフットワークで相手を追い込む名人なんだぜ。ワオ。特殊能力は水陸での戦闘。作詞、素早さと戦略が高いですね。アイアンブレイズとの相性がすごい良さそうですね。同じスピノサウルスのスピンと比べたいところなんですけど、スピーキーは前に出てたスピノサウルスと同じ形なので、スピンとはね、形が違うんですよね。スピンはね、四つ足で水辺に住んでる系の形なんですけど、スピーキーは二足歩行のスピノサウルスになってます。
でね、1話で早速戦ってたんですけど、スピーキーだいぶ強かったですよね。一応ね、攻撃力的にはスピンの方が勝ってるんですけど、だいぶ強かったな。素早さで勝ってるのかな。戦略もだいぶスピーキーの方が高くなってますね。早速見ていきたいと思います。カラーリング独特ですよね。お腹の方が白で、ボディの大体の部分がバイオレット、結構ね青めの紫です。で、背中がクリーム色、先端の方が水色になってます。で、足の先は黒ですね。口の中がなんか面白い色をしてます。あと目の中は黄色に黒ですね。造形的には背中にこう3本のこうラインがちょっと見えますね。で、ここの穂の横にボコッとしたところがね、コブが何個かこうね点々としてありますね。反対側にもあります。あ、足の方にもちょっとねボコっていうのが来てますね。こっちのねスピンの方もちゃんとここボコボコしてるんですよね。この辺りは一緒ですね。スピーキーの可動箇所は口と尻尾、あとはスピンの時は動かなかったこの足、ここの3箇所が動きます。2体目のスピーキーでした。3体目、ホホジロザメのシャラックです。シャラックは水に浮くタイプになってます。あとね、このワカメ、ワカメ付き、早速開けていきます。シャラック開封しました。ホホジロザメのシャラック、アニアキングダムの海を守っている。真面目で責任感が強いぞ。幅広い三角形の歯を持ち、水中から急上昇する一撃で相手を仕留めるぜ。シャークロケット、特殊能力水中戦闘、全てを食いちぎる歯。シャラックです。カラーリングから見ていきます。お腹の方が黄色で、背中にかけてオレンジのグラデーションになってます。で、お口の中はなんかピンクっぽい可愛い色になっています。なんか私のシャラック柄がちょっとずれてるのか、なんか眉毛っぽくなってるんですよね。しんちゃんみたいな可愛いシャラックが当たっちゃったかもしれない。多分もうちょっと柄が上の方に行った方がアニメのシャラックっぽくなるのかな。あー、でも反対側はまあパッケージ通りな感じだから、全員結構ね眉毛っぽくなってるのかもしれないですね。ちょっとの違いでイメージがだいぶ変わりますね。で、ちなみにね、このカラーリングなんですけど、ホホジロザメってねこんな色じゃないのって疑問に思う方もいるかもしれないんですが、シャラックはねこう水中からねこう急上昇する練習をめっちゃしてる時にこうねワカメがこう乗ったりして、このまま日焼けをしちゃったらしい。それでねこんなオレンジ色になったんですって。日焼けなんだね。で、ここはワカメが乗ってるから多分地の色で焼けてないから、こういうねトラさんみたいな柄になったらしいですなんかこのワカメもいいんですよね。ちなみにこのねワカメも結構ね柔らかくて安定して置ける形になるので飾りやすいですよ。しかもなんか土台も結構こだわっていて、地面に生えてますよみたいな素材になってますね。ここも適当に作ってないですね。まさかねワカメの跡だって思わないぐらいめちゃくちゃかっこいい。で、形的にはアニアのエースシリーズのホホジロザメと全く一緒ですね。シャラックはサイズ的にはエールシリーズなんですけど、中身はねエースシリーズのホホジロザメと全く同じっぽいですね。なんかただ素材が結構違う気がするんですよね。なんか前のホホジロザメは結構マットな感じなんですけど、今回のねシャラックは結構ねツヤツヤしてる、こう結構ねビニール感が強いんですよね。なんかほらキュ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 言ってる。ほら、前のホホジロザメは結構サラサラしてる感じになってます。で、シャラックの可動箇所はお口と、あとは尻尾ですね。3体目のシャラックでした。4体目、福井ベナートルのベナージャー。早速開けていきます。ベナージャー開封しました。キャラクターカードです。福井ベナートルのベナージャ。火山を守る忍者。ノリの良い性格。大岩で相手を引き潰すぞ。俊敏な動きでフットワークに優れ、相手を罠にはめる賢さもあるんだぜ。グレイト。特殊能力は俊敏忍術。お、結構ね、ステータスも全体的に高めですね。ベナージャです。カラーリングは全体的に深緑ですね。すごい綺麗な色をしてますね。そして柄はこう赤と金ですね。羽のところが赤で、ここも金ですね。で、背中にこう丸い模様が入ってます。かっこいい。首のところも金と赤。顎の下も金色ですね。歯のところは白より若干クリーム色が入ってるかな。で、口赤ですね。結構開きますね。
はい、こちらは前に出てたノーマルアニアなんですが、もうカラーリング違うだけでやっぱり印象がガラッと変わりますね。ベナージャの色すごいかっこいいですよね。でもなんか忍者って書いてあったからメンズだと思ってたんですけど、女の子らしいくのいちなんですね。ベナージャはなんか女の子だと思ってこのカラーリング見るとなおさらかっこいいですね。で、ベナージャの可動箇所は口めっちゃ開くよいしょ、口とあとは首、そして足と尻尾です。なんかね、ベナージャーいいやつっぽいのでカワーズ村のみんなとすぐ仲間になるかもしれないですね。4体目のベナージャでした。5体目ハヤブサのハヤテです。お、なんかかっこいい止まり木がついてるみたい。では早速開けていきたいと思います。ハヤブサのハヤテ、空の平和を守っている、情熱的でいちいち叫ぶ、いいやつだけど暑苦しい、時速 400km のスピードで弾丸のように高速飛行、空中で獲物に体当たりをして失神させるぞ、ワンダフル、特殊能力最速飛行空中アタック。ステータスは素早さがすごい高いですね。速そうですもんね。ハヤブサのハヤテです。カラーリングは足が黄色、お腹が白で、ね、結構この背中、羽、すごいかっこいいですよね。炎がメラメラしているような柄になってます。このね、赤と白の配合がめちゃくちゃかっこいいですよね。そしてこのね、目のところはなんかマスクをしているような黒ですね。おお、これめっちゃかっこいいですよね。通常のね、ハヤブサも結構ね、かっこいいんですけど、やっぱりね、ハヤテの方がまあアニメに登場するキャラクターとしてはね、合ってますよね。あ、かっこいいな。ハヤテにはこんな感じで止まり木がついてるので足に挟んでこうやって止まらせることができますね。おお、かっこいい。ほら、なんか止まり木の色さえかっこよくないですか。ハヤテはね、まだ登場してないんですけど、空のガーディアンみたいですね。こんな感じでね、スピーキーにすごい高速アタックしてるんで、こんなシーンもね、見られるんじゃないでしょうか。こんな見た目だから結構ね、クールなキャラであってほしいなって思ったんですけど、結構ね、暑苦しいキャラクターらしい。すごいね、登場が楽しみですね。ハヤテの可動箇所は顔、こうやってね、首が上下します。であとは羽ですね。さっきも広げてたんですが、羽がね、2段階でこうやって開きますね。ハヤブサのハヤテでした。ラスト、ライオンのライオスです。もうパッケージからすごいかっこいいですよね。早速開封していきます。はい、ライオス開封しました。キャラクターカード、ライオンのライオス、アニアキングダムで最強のガーディアン、無敵の強さを誇る。ライオンが百獣の王である理由は襲ってくる動物がいないから。ライオンのライバルはライオンだけなんだぜ。キングオブアニマル、特殊能力王者の覇気。ステータスすごい高いですね。ライオスカラーリングから見ていきます。体は全体的に黒ですね。漆黒の黒です。お腹の方とかも真っ黒、肉球のエンボスだけある。あ、手だけ青なんだ。足はね、黒だけど手の先っぽだけ青で、あとはこの尻尾の先と、あと背中にね、青い模様が入ってますね。であとはこの縦髪と目の下、これが青になってますね。このね、青い模様はオーラを表しているらしい。口の中は、あ、ピンクですね。歯は白です。目は白目に黒のチョンがついてますね。今回別に目の色とかはそんなに統一感がなさそうな感じがしますね。ガーディアンだからといって目の色が同じっていうわけではなさそうです。強いて言えばハヤテとライオスが同じ色だけど、まあそんなに関係はなさそうですね。で、ライオスはこうね、ちょっとね、かっこいいポーズになってるんですよね。上から見るとこんな感じで体がこうね、くねっとなってるんですよ。こうね、顔を正面に向けるとちょっとね、体がはみ出してるような感じ。なんかね、この獲物を狙っているようなかっこいいポージングになってます。で、ちなみにね、レオニーと比べるとこんな感じ。あの王者のレオニーがなんだかちびっこに見える。ただね、多分ライオスはイニシエのライオンと言われているので、レオニーよりもね、先輩だと思うんですよね。このね、2人の絡みはどんな感じになるんだろう。すごいね、気になりますね。
はい、ですごい、ちなみにね、こちらがこの間新しく発売された AL シリーズのライオンなんですが、この子とねライオスが同じサイズになってますね。まあ、もう毎回言ってるけど、カラーリング違うだけでだいぶイメージが違いますよね。目ってカラーリングでだいぶ印象変わるな。はい、でライオスの可動箇所は口、うん、閉じてもかっこいいと頭はこうね、上下はするんですけど、横には動かない。まあ、ちょっと動くかなと、前足2箇所と、後ろ足。で、あと、尻尾がこうね、動きます。ライオンのライオスでした。今回は冒険大陸アニアキングダムから新しく出たフィギュア6体をご紹介しました。みんなね、それぞれ個性があってめちゃくちゃかっこよかったですね。またアニメの今後の展開にも期待です。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、いいねしていただけると嬉しいです。最後まで見ていただいてありがとうございました。バイバーイ。